タイラー・アーティュー・ロ・サラディーノは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手、ウトウミギウ愛称はサリー。パロマー大学在学時の2009年の MLB ドラフト36巡目で、ヒューストン・アストロズから指名されたが、この時は入団せず、オーラル・ロバーツ大学へ移った2010年の MLB ドラフト7巡目で、 シカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ブリストルホワイトソックスで、プロデビュー。A 級カナポリス・インティミデーターズでもプレーし、2球団合計で60試合に出場して打率30。305.3本塁が、24打点、5盗塁の成績を残した。2011年は、A 級ウィンストン・セーラムダッシュでプレーし、 102試合に出場して打率270.16本塁打55打点7盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加しメサソーラーソックスに所属した。2012年は A 級バーミングハムバロンズとトリプル A 級シャーロットナイツでプレイし2球団合計で127試合に出場して打率236.4本塁打。 45打点39盗塁の成績を残した。2013年は A 級バーミングハムでプレーし、118試合に出場して打率、229.5本塁打、55打点28盗塁の成績を残した。2014年はトリプル A 級シャーロットでプレーし、82試合に出場して打率、310.9本塁打、 43打点、7盗塁の成績を残した。8月には、トミー・ジョン手術を受けている。オフの11月20日に40人枠入りした。2015年は、トリプル A 級シャーロットで開幕を迎え、7月10日にメジャー初昇格を果たした。同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは68試合に出場して打率。 225.4本塁打、20打点、8盗塁の成績を残した。シカゴホワイトソックス時代2016年は1年間メジャーに帯同し、93試合に出場して打率、282.8本塁打、38打点、11盗塁の成績を残した。2017年2月14日、背番号を22変更した。 シーズンでは79試合に出場して打率。178.0本類が10打点5盗塁の成績を残した。2018年4月19日に金銭トレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2019年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2019年12月24日、韓国、久保リーグのサムスンライオンズと契約。 登録名は、だが、腰の故障が長引き早期の復帰が見込めず、サムスンが代役としてダニエル・パルカと契約したため、2020年7月29日、ウェーバー公示された。ありがとうございます。